頂戴したいと存じます。それでは小池代表よろしくお願いいたします。池袋西口の皆さん、おはようございます。ああ、また帰ってきました。私、希望の会党代表小池百合子でございます。ありがとうございます。みんな懐かしいお顔こちらから拝見させていただいております。2005年のあの郵政選挙以来、この池袋では、豊島区では、練馬区では、私を地元選出議員として大変お育てをいただきました。可愛がっていただきました。そして今、昨年の知事選で皆様方の大きなお力を得て、東京都知事としてこの地元の西口の再開発、都と国が連携をして地元の皆様方と進めていく、まさに知事としての仕事、地元の皆様方のご協力と国との連携があって初めて成り立つ。私はここ西口再開発を今後とも一つのモデルにしていきたいと、このように考えているところでございます。本当に地元の皆様、誠にありがとうございます。ありがとうございます。今日も緑のものお持ちいただきました。スリッパ出しちゃって大丈夫ですか？履いてないんじゃないの？大丈夫？ありがとうございます。さあ、今日から始まりました第48回総選挙でございます。私が新しい党、希望の党の代表として初めて取り組む総選挙、大型選挙でございます。そしてこの地、東京10区におきましては、私の後を受けて地元の皆様方とともに、これまでさまざまな開発へ、この地元の皆様方の幸せ、希望、しっかりとその受け止め役を務めてくださってきたのが若狭勝候補者でございます。今回希望の党を立ち上げるにあたりまして、まさしく主任弁護士のように規約を作ったり、党の改則を作ったりということで、本当ならばもっともっと選挙戦をに自ら準備をしていかなければなりませんけれども、ずっと今回の党の立ち上げでも事務もやって、法律のチェックもしということでお世話になってまいりました。よって今回の準備でございますけれども、若狭勝さんとしてまだまだ十分ではない、そういう中で今日から選挙戦が始まった。ぜひ私からお願いしたいこと、それはこの10区の代表として、若狭勝候補、皆様方の一票一票のお力でまた国会にお戻しいただいて、私東京都知事と、そして国政を預かる東京10区の代表として、この若狭勝さんを永田町にお戻しいただきたい、お願いできますでしょうか。ありがとうございます。今日は地域の経済界のお代表の皆様方も、地域の代表の皆様方もずらっとお揃いになっていただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして私のあの知事選を最初から応援をしてくださっている、いわゆる7人の侍の皆さんもここにずらっとお揃いいただいて、今回の選挙戦を最初から最後までサポートしていただくこととなっております。さらには今回この選挙戦、全国規模でございますので、改めて私、25年前日本新党として出発をした時からの仲間でございます、タルトコ・シンジさんが今回選対本部におきまして指揮を取っていただいている、大変心強いことでございます。希望の党、何を目指しているかというと、この日本、何でもあります、何でも売っています。この東口でも西口でも、
街角でも物はいっぱいあふれている。しかし一つ足りないものがあると思います。それは将来への希望であります。将来への希望があってこそ、今日より明日、明日より明後日の方がみんなきっといいと、そういうふうに思える、そんな希望をご提供するのが政治であり、その希望を、夢を叶えるのが私たち政治の役割だと心得ておりますが、皆さんいかがでしょうか。さまざまな経済指標、いざなぎ声などと言われていますけれども、しかしながら皆さんにその好景気の実感っていうのは終わりでしょうか。元気にありませんと言われてもなかなか厳しいところでございますが、ましてや皆さん、これから2025年、つまりオリンピック・パラリンピックのあと5年後、ここでは団塊の世代の皆様がいよいよ後期高齢者入りをするという流れになっています。あの阪神大震災にしても突然来ました。東日本の大震災、津波だって突然来ました。でもこの超高齢化の波というのは目の前に見えているんです。来ることが分かっているんです。だからこそ、これまでの延長線ではなく、仕組みから変えていかなければ、8% の消費税を 10% に上げる、そのうちの使い道を変えていくのに、今回総選挙をしますと言っていたけども、そんなしょぼい話じゃ、この日本間に合わないんですよ。だからこそ、まずは増税をする分、それをまずは延期をする。あ、お金足りないじゃないの。じゃあどうするの。1兆円足りない。だったら私が東京都知事になって、約7兆円の一般会計、この中からもう毎年ついていた予算、そのままの惰性で続いていた予算、これを句読点を打って一旦終わりにした件数、その総額は7兆円のうちの720億円に上ります。だらだらとこれまでの既得権益のような予算削りました。7兆円のうちの720億、つまり 1%。今、国家予算は約100兆円規模であります。そのうちの 1% に周期終わりを迎えて、もう一度これは本当に予算がいるのか、いらないのか、これをワイズスペンディングに変えていきましょうと、そのことをやれば100兆円のうちの 1%、 つまり1兆円はすぐ出てくる。そのことは私は東京で立証済みだということでございます。ありがとうございます。そして異次元の金融緩和、そしてさらには財政出動、アベノミクスのこの日本の矢はどんどんやってきて、これだけやっていて、そしてその効果たるや 1% ちょいと GDP を上げたからといって大きな顔をするなと私は申し上げたい。これだけのことをやってたったの 1% 上げでは十分ではありません。ましてや2025年以降のこの高齢化の中で皆さん100歳まで生きちゃう、ありがたい話だけど、皆さんの人生の計画どうしますか。仕事を辞めた後の人生の方が長い、その計画は皆さんできてますか。私はね、ぜひこんなこと考えているんですよ。やりたいと思っているんですよ。これまで高校大学で学んで会社に行って、そしてその後リタイアして、でもリタイアした後の時間の方がよっぽど長いわけですね。じゃあ何するんですか。ありがとうございます。ラジオ体操いつも頑張ってやっていただいている、それも生きがいでありましょう。それから孫の面倒を見る、これも生きがいでしょう。次の世代を育てる。でも私は例えばこの立教大学ありますけれども、そこで学び直しをしてもらうというのはどうでしょうか。人生ずっと学ぶといった方がよほど生きがいになるんじゃないでしょうか。私は今東京の都知事でございます。昔都立大学といったその大学、
首都東大学東京っていうなんかしたかみそうなそんな名前に変わっていますけれども、今理事長にぜひ100歳まで学べる大学にしませんかということを申し上げている。そして一人一人が学生になって授業料払っていただいて、まあ、元気であるということとちょっとお金持っているということが必要になりますけれども、でもこの方々にもう一度学んでいただいて大学生になっていただいて、そしてシルバーパス、これを使うのも結構ですけれども、学割で都のバスであるとかメトロとか営団地下鉄でサテライト大学に通ってもらう、そんな発想の転換をしましょうということを私は申し上げているのでございます。皆さんいかがですか。人生最後まで学ぶ、人生最後までこの社会の中で生きていく、そんな希望を私は提供したい、それが希望の党でございます。いかがでしょうか。これまでの政治ではそういう発想が出てこないんですよ。ただ年齢が上がっていく、年金はこれぐらいかさみます、大変です、だからこれから消費税は何パーセントに上げます、これは古い考えで今の延長線でしか考えない、これまでの政治。昨日も夜中まで夜まで9条はどうするんだ、そして今回のこの消費税の増税、これについて意見はどうだ、各党で議論しましたよ、党首討論だけど、もう物事ガチッとはまった中での議論っていうのは国民の皆さんからすればもういいよ、私たちの人生じゃあどうしてくれるんだい、どうやって北朝鮮がミサイル今日にもぶっ放そうとしているときに実際にこの国守ってくれるのかい、そういったごくごく当たり前のことにきちんと答えられる、そんな政党皆さん欲しくないですか。新しいから言えることがある、新しいからできることがある、私はこの希望の党、皆さんに希望を抱いていただけるように、これまでにない発想をどんどんとこの間も提供していきたい、そして皆さんがこの選挙中にもああ希望が持ててよかったと思えるような、そんな選挙戦にしていきたいと思っています。最後に一番重要なところ、これは政治への信頼の取り戻しであります。長々とあの国会で加計森友疑惑というのをやっていた、でもなんだかよくわからない、そしてその結果として8割近い人が実際にこの問題が分かったと、いやいや不信を抱いてるかという、そういう質問には8割ぐらいの人が分かりませんと言っている、こんな中で政治が信頼を確保できない中で、また新たな政策だ、そしてこれまでの延長戦の政権が続く、私はぜひこの選挙戦安倍一強政治を皆さんの一票で終わらそうではありませんか。安倍一強政治によってお友達だ、忖度だ、そしてお友達であれば何かいいことがある、そんな政治に対して信頼が持てますか。皆さん変えていこうではありませんか。そしてこれまでの発想とは違う、そんな私たち希望の党の公約、ぜひとも見てください。原発2030年までゼロにする、工程表をしっかり作っていきます。そして子どもたちがもっと希望あふれる、例えばこれからの日本のビル・ゲイツを育てるようなプログラミング教育もやっていきます。これからの日本を真に世界の中の日本にできるような、そんな子どもたちの教育を行ってまいります。そして経済格差が教育格差にならないように、必要なところにはお金をしっかりつぎ込み、さらにはまだまだ十分ではない成長戦略、ここにもっと火をつけて、今日本企業は財界を代表するような企業でさえ青息吐息、違うんですよ、もっとベンチャー精神があふれる、その
それが実行できるような素地を作っていきます。すでに東京都ではその種をまいています。やる気のある人、男性でも女性でも、そういったベンチャーを進める方々にはワンストップサービスを作っています。あちこちに書類を書き込んだりなんだかんだややこしい、このことを一箇所でできるようにします。働き方変えていきます。テレワークで7月24日から始めました。かなりいい滑り出しになっています。今都庁ではペーパーレス化を進めているところであります。ペーパーレス化はテレワーク、つまり家で仕事ができる、ネットを使って仕事ができるような、そのような体制を作るためにペーパーレスがまず基本になります。そのことを行っています。このテレワークが定着することによって、あの2020年の楽しいオリンピック・パラリンピックの時の交通渋滞を緩和します。その間皆さんお家で仕事してください。そしてまた子育ての方、介護の方もこのテレワークだったら両方いっぺんにできます。働き方変えましょう。満員電車ももっともっと時間をずらして楽ちんで、そして仕事の効率を良くした方が日本経済にとってもいいんです。そして一人一人の人生にとってもいいんです。そんなことを東京都と国とが連携していく、そのためにこの若狭さん、ぜひ東京10区から改めて送っていただきたいと存じます。厳しい戦いであります。大変厳しい。超大金持ちの S さんと中金持ちの S さんと貧しい若狭さんの3人の戦いであります。貧しいけれどもこんなに素晴らしい人間性、そしてまた法曹界における実績、皆さんの法律相談いつでもお受けします。どうぞ皆さん、今回の選挙戦、若狭正雄さん、ぜひこの東京10区で勝たせていただきたい。そしてこれは私の盟友であるからこそ、ぜひとも一票を投じていただきたい。若狭勝さん、最後までよろしくお願いを申し上げ、希望の党への比例代表、希望の党への一票もよろしくお願いいたします。皆さんの希望を一票に託してください。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお訴えは小池百合子希望の党党代表でございました。この選挙戦における第一声、小池百合子党代表でございました。この盟友の若狭勝候補への力強い応援演説いただきました。東京10区の皆様、ぜひとも若狭勝よろしくお願い申し上げます。また比例は希望の党よろしくお願いいたします。それでは続きまして、若狭勝候補の必勝を記念して皆様と共に頑張ろうコールを行いたいと存じます。放送会の加藤武史会長、そして甲府会の片桐翔英会長代行、亀井田口会長代行、女性の玉川陽子会長、青年部の佐藤誠部長、また青年団の皆様、そして全体の本部の皆様、車の前にお集まりいただきますようお願い申し上げます。それでは皆さん、こんにちは。去年の東京都知事選挙以来、小池都知事、そして都民ファーストの会、本当に皆さん ご協力、ご声援ありがとうございました。そして今日より12日間選挙戦が、切って落とされました。今日よりか、都民希望の党、希望の党、そして若狭勝候補、ぜひとも当選させてください。それでは頑張ろうコールを行います。全国に響くように大きな声でお願いします。希望の党、そして若狭勝候補の必勝を記念して頑張るぞ、頑張るぞ、頑張るぞ、ありがとうございます。頑張ろう
ただきましたのは放送会の加藤武史会長でございました。ありがとうございました。栃木県の時にはロープ隊として活躍してくださった放送会の皆様でございます。ありがとうございました。それではこれをもちまして池袋駅西口をお借りいたしましての若狭勝第一声、そして小池百合子総代表によります第一声お開きとさせていただきます。12日間の衆議院